いや、ちゃうよ。大丈夫です。そうで、今日もやっていくんですけど、今日はね、ですね、ほいと、ラムメガナイトですね。ちょっとでかいやな。ラムメガナイトをやっていこうと思います。で、ラムメガナイトなんですけど、これはですね、なんか昨日、みかんさんにおすすめされて、結構使ってたんですけど、グラチャレでね、意外と、なんだろう、ラムメガナイト、ラムペッカは、今結構ね、ちょっとこういう感じであると思うんですけど、ここがエレキで、ここはなんか忘れたけど、ここがエレキで、確かここが、あ、ここか、ここはメガナイトマークはペッカかな、っていうのは、っていうデッキはあったんですけど、そうそうそう。なんですけど、まあ、ラムペッカじゃない、ラムメガナイトっていう新しいデッキですね。で、今これあるよーって美川さんが言って、昨日使ったらね、強かったね。早速ね、行ってみようと思います。ですねー、そう。で、やっぱりなんですけど、やっぱりねー、あれなんですよ。やっぱりね、何も適当だった今。昨日みかんさんのね、なんかサプライズ誕生日パーティーみたいにやって、そうっすね。でも俺のね、ちょっと普通になんか俺が想像してた感じではうわーみたいな感じを想像してたんですけど、やっぱちょっとね、いろいろちょっとした不自然なところがあって、まああれでしたね、バレちゃったですね、普通に。10人ぐらい呼んでて、それで、あれですね、10人ぐらい呼んでて、10人ぐらいいるってことはバレなかったですけど、もう誕生日を祝うんだろうなって感じは、まあバレてましたね。まあちょっとね、でも完全サプライズで行きたかったんですけど、ちょっとあれでしたね。ペッカっすかね、相手は。まあ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 、喜んでくれたみたいだったんで、よかったですね。よいしょ。はい。OK。で、ギャン、これ多分ザップしかないんで、よいしょ。これつけちゃいます。よいしょ。これ吹き矢ね、歩いてちゃんと追ってくれるんで、どこに出しても大丈夫ですね。こいつは本当に、あれ、追ってくんなかった。よいしょ。OK。あとはこっちにザップ使わしていき、よいしょ。エレキかな？エレキかな？あの位置行かないんだ。まあ、これはタルババスね。よいしょ。で、ペッカ用にインドラはね、ちょっと残しておきたい感がイナメンマックスなので、これペッカまだ回ってないと思うんで、ラムちゃん行っちゃいます。はいはいはい。ギャング。はいはい、いいよいいよ。で、これで囲んで、五分三体残したいですね。これちゃんと囲めば、五分三体残るんですよ。よいしょ。来たろ、多分これ。はい、来た。あ、これ今殴られても1体しか減ってなかったんで、あれがこれちゃんとね、5分3体残すやり方があって、よいしょ、 OK かな。コウモリ出して、こっちにエリいっぱい使わして、あとギャング、よいしょ。まあ、エリキとかね、出したいと思うんでね、相手は。はいはいはい、出したいよね、わかるわかる、出したいと思うよ。よいしょ。一応吹き矢で、ない。なるほど。はいはいはい。あー、ダメだこれ。歩くの早くて、行っちゃう。あー！ちょっと待てよ。待て。まだ行ける。まだ参る。お前はまだ参る。よいしょ。いっどうすんか。はい、いいですね。やっぱメガナイト、この固まって出てきた時にぶっ転がせるのがいいですね。やっぱ全部話の途中で終わってる気がする。いや、俺マジで、なんか話してることとか、クラロワってか、なんだろう、他のことやってたら忘れちゃうんですよね、普通に。で、動画のコメントとかでたまに、プリンセスはこうするのが良くて、理由は、とか言って、その後に、ってことで、つって話が変わっちゃって、なんかあれ、プリンセスの理由はみたいな感じでね、一回動画のコメントでめっちゃ来た時があって、ちょっとね、俺話してること忘れちゃうんですよね、本当に。何話したっけ？そう、みかんさんの誕生日会だ。で、みかんさんポケモンめっちゃ好きなんですよね。そう。なんで、ポケモン実況者の知ってる人いるか分かんないですけど、みかんさんは結構仲良かったみたいで、ライバロリさんっていうオアオワリの人がいるんですけど、オアオワリね。オアオワリで有名な人。待って、これ何も言うことない。がいるんですけど、その人にもね、多分ポケモンの実況者なんですけど、みかんさんポケモン大好きで、ポケモンの実況者なんですけど、多分、知ってる人は知ってるっすね。めちゃくちゃ有名っすね。戦闘力、確か45万ぐらいでしたね。めっちゃ有名っす。
なんで、そう、面白かったな、昨日は。あ、やばい、どうしようかな。なんか何もやることねえな。ちょっとね、相手が攻めてきてくれないと、何もやることがないんですよね、これ。よいしょ。こんな感じでいいかな。オッケーオッケー。はいはいはい。あ、なるほど。グッドゲーム？なんで？なんかあったん？まあいいや、グッドゲームならグッドゲームでいっちゃうけど俺。これで30人が出てきたら笑うけどな。出てこなかった。その方が俺的には美味しかった説が否めんけど、まあしゃあなしですね。よいしょ。まあ諦めないことが大事だと思うんですけどね、俺は。まあそれは人それぞれか。 OKOK。 まあ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 、こんな感じでね、序盤で相手の心を折るぐらい強いデッキなんでね、もう一戦行きたいと思います。よいしょ。そうですね、まあなんか本当にね喜んでくれたみたいで、あとで、フチが、みかんさんと、あの、フチとかゼロニキも呼んだんですけど、ゼロニキ、みかんさんゼロニキめっちゃ大好きなんで、ゼロニキッズなんで、みかんさんは。なんで、ゼロニキも呼んだんですけど、ゼロニキってあれですね、あの、ゲームイズのゼロスさんですね。呼んだんですけど、ゼロニキが、確か、あれなんですよ、誕生日、なんだっけな、みかんさんの1週間前かな、確か。これタルババ使ったんで。よいしょ。これタルババ回ったかな。これ絶対入るもんな、突進。これずりーよな、マジで。これでですね、ライドラがいるってことは、ペッカかな、多分。あ、それかあれだ。オッケーオッケー、アンダースタン。ここにまた使わせて、いや違う、ナイトがいるってことはもうもはやテンプレじゃねえな。オッケーオッケー。これで、またタルババ使わせることができたんで、ここもう一回吹き矢ぶち転がしていき、よいしょ。ポイズン。もう言いたいことも言えない、こんな世の中。ちょっとどうすっかな、ちょっと待ってね。よいしょ、 OK。 じゃあこれラムを確か先に出した方が負けなんですよね。でもこのラムで相手のラムを引き出すじゃないですか。で俺はメガナイトまたカウンターするんだ、俺の勝ちっすね。基本的にはラムを止めるカードがなかったらラムを先に出した方がこうやって自陣で受けられるんですよ、ラムで。だから負けるんですけど、まあ、俺クラスになってくるとやっぱ違うかなって感じですね。いやメガナイトちょっともったいないなこれ。よいしょ、 OK。 いや待って、マジで。やることね。本当に、お互いやることがないですね。しかも、相手の時、多分、ラム、高回転ラムなんだよな。で、あと、遅延が入ってる。ここで来る目がないと、はい。はい。はい。はい、OK。これで、こっちにタルババ使うと思うんで、さあ、どっち？あ、こっちか。美味しい、美味しい、美味しい。それは美味しい。おい、ズリーだろ、それ。マジでズリー。ちょっと待って。ほんとに、あ、やばい。これちょっと待って。やばい。これちょっとやばい。お待ち、さてはやばい。ん？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 ちょっと進んだな、今。ちょっと進んだが、ちょっと待って。よいしょ。ちょっと待ってよ。これマジでやることね。あ、一発、おいしい、おいしい、おいしい。もう一発いこう。いけよ。いや、これさ、普通にあれなんですよね。ライドラッチキって、マジで超絶チャンスですね、これ。本当に。ライドラッチキったんで、こっちコウモリセパで両サイド攻めれるよって顔しといて、ここでタルババ使ってきたらこっち行きますね。よいしょ。あ、そっちに使ってくれ。一番美味しい。はい。はい、美味しいですね、と。考えておきましょうか。オーケー！てな感じですね。結構いい感じ。うん。まあ、みかんさんがね、あとね、あれなんですよ、みかんさんが、おとといかな、あの、ドズさんのクラコロで、誕生日だからっつって、なんかプレゼントもらってて、うまい棒、1000本だったかな、確か。そう、だからね、またYouTuber っぽくこうやって後ろに、うまい棒バーって並べて、なんか、サムネに使って、なんか動画撮るかみたいな話してて、
そうですね、まあ、そんな感じですね。まあああやってなんか祝ってもらえるのはね、すごいね、すごい、なんかなんだろう、いいっすよね、いいっすよねって、なんか語彙力が半端じゃなくあれなんですけどこれもやばかった。まあ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 、ってことで、まあそんな感じですね。うん、まあ毎日ね結構楽しんでるっていう感じをね、まあまあまあ伝わればなと思います。まあみかんさんもね、言うても俺はね土着層世話になってるんで、まあまあまあ普段はねちょっとえいえいって感じなんですけど、まあ土着層ね、普通に俺今チャンネル登録者がおかげさまで2万9000人までいったんですけど、まあそれもね本当にほぼ週1では、週1以上だよな、もう週2、3、4多ければもう週5ぐらいで、だからみかんさんにコラボしてもらってて、そのおかげもあってね、ここまでね、まあ行ったんで、まあ、ね、感謝感激のあれですね。ってことで、まあ今日は、キヨキヨさんとね、また、コラボしてもらう予定なので、ね、多分ツイッターでまた、なんか企画を募集すると思うんでね、ぜひね、そちらの方もやってみてください。ということで今日はこの辺で終わります。ぐっしょ。ガシュッ。